日本料理が流行の中国で男の脳内に大量の寄生虫が見つかる。フランスメディアラジオフランスアンテル中国語版によると、四川省成都市の30歳と40歳の男性が頭痛に悩まされ病院で医師の診断を受けたところ、脳内から寄生虫が見つかったという。二人は生肉や刺身をよく食べており、寄生虫の卵が血液を通じて脳へ侵入したのではないかと医師の話だ。中国メディア厚生新聞は、多様な日本料理店が町の各所に開かれたことが原因の一つだろうと指摘。衛生面の問題だと思われるが、同メディアはそれらの日本料理店が食通たちのお目当てのスポットになっていることが今回の問題につながった、と報じている。成都市に住む30歳の男性は、何度か日本料理店で刺身を食べたり、酔っ払いエビ、生きたエビを紹興酒漬けする料理を食べたりした後に、脳の中に寄生虫が見つかったという。彼は常時頭痛があり、日頃から頭が寸断状態だったそうだ。また、別の40歳の男性も刺身や母子肉をよく食べていた。彼の頭痛症状は1ヶ月ほど続いており、検査映像によると、脳内の寄生虫はすでに多数密生しており数を数えることも難しかったという。医師はまるでゴマクッキーのようだったと描写している。専門医によると、彼らの脳内に寄生したのは豚上虫、サナダムシの幼虫であるという。豚上虫肺翼靭帯に寄生し、上虫の卵を保有している肉類を生の状態や熱がきちんと通っていない状態で食べると感染する。人間の胃酸では卵を殺すことはできず、人体の消化器の中で発育する。そして血液の循環によって脳や肝臓に入り込み病気を引き起こす。中国の日本料理店由来の体内寄生虫増殖と日本料理とは全く関係がない。ひとえに中国の衛生上の問題だ。かねてから中国での料理過程は数多くの不衛生事項が見つかっている。中国は歴史からも学んでいる。ゆえに中国料理は火力を盛大に使う。生エビを酒漬けにするのも消毒効果のためだ。日本では魚介類を生で提供するために膨大な量の清水を使う。田畑の衛生管理は綿密だ。料理人の衛生管理への信頼は商売の起点になっている。フランスメディア報道の日本料理についての思わせぶりな報道意図があるなら日本を歩いて報道されよ。この記事を読み、中国産の食品に対する恐怖心はますます強くならざるを得ない。お聞きいただき感謝申し上げます。